や中村舞です。今池ちゃんが出てます。ありがとう。こんばんは。皆さん見てますか？FNS 二十七時間テレビ。今池ちゃんが出てるんですよ。ちょっとあの池ちゃんの番が来て、で今ちょっと池ちゃんに夢中。いけてるよ。いけいけゴーゴーいけゴーゴー。皆さんこんばんは、中村舞です。アイスハートありがとうございます。なんかね、今回は一人じゃなくてね、タッグみたいな。金太郎さんと、そう、イケキンタッグって書いてある。アイスハートありがとう。ハートありがとう。かわいい。ありがとう。今日はね、撮影があったんですけど、ラストはツインテールだったので、ツインのまま帰ってきました。てーんなんかメイクもちょっと全部してもらったんですけど、撮影仕様です。チーク濃いめね、ちょっとチーク濃いめじゃない。お疲れ様。今日土曜日だよね。はい、かわいい、ありがとう。すごい、なんかさ、池ちゃんとさ、金太郎さんの組み合わせでさ、金太郎さんが毎回着替えるからさ、おもろい今池ちゃんが寝てます。あ、池ちゃんの特技披露。マジでもうテレビが面白すぎて、うん、池ちゃんおもろい。池ちゃんの犬のあのモノマネ初めて見ました。モノマネ特技だったんですね、池ちゃん初めて見たんだけど。ね、初知り。うわっ、シュール。確かに、なんかピカチュウが今ね、3曲目成功、3連ちゃん、ありがとう。
特技、うん、特技披露してた。うん、歌めっちゃうまい、もう4連チャンしました。何連ちゃんいくかな。収録何時間かかったやろね。めっちゃかかってそうじゃない？3時間とかかかってそう、4時間とかかかってそう。ひけちゃんフラフープしてる。マイキュー何連ちゃんいけそう。マイキューもう0連じゃん。まあ、なんならマイナスいっちゃうかも。マイナス5連ちゃん。アイスありがとう。ほっぺが赤いのメイク、そう今日はね、たくさん撮影して朝から晩まで。そうなんです、さっきホテルに戻って一息ついてますよ。まだお風呂入ってなくて、そうチークめっちゃピンクよね。まだご飯食べてないんですよ。お腹すいた。当たり、ありがとう。当たり、ありがとう。ウーバー、すごい、そう、私ウーバーね見てたの。そしたらなんか全然なんかウーバーしてなくて。ありがとう。そう、なんか雷やってるからかな、雷やってるっていうか雷すごいからかな、なんか全然ウーバーしてなくって、そう、雷やってるよ。なんかねずっとねゴロ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 ピカピカーゴロゴロゴロみたいな。土砂降りだよ東京。え、そうなの？なんか私が外出た時はパラパラぐらいだったんだけど。あ、ゴレンちゃん行きました。イケちゃんアイスありがとう。ありがとう、受験さん。中村舞です。姫県出身です。お、キングボンビーだ。足りない、少しのきっかけが足りない、私で僕の体。キングボンビーキングボンビーすごい、桃鉄だ。こうしてありがとう。姉貴が嫌いな、そう、うちのお姉ちゃんキングボンビーめっちゃ嫌いなんですよ。本当にキングボンビー見るだけでもうやめてーみたいな、すっ
ごい言われる。キングボンビーめっちゃ嫌いなの。お姉ちゃんに見せたらめっちゃ怒る。なんかトラウマらしい、ちっちゃい頃の。イケちゃんのエア二重跳び。イケちゃん暴れてます。すごいクオリティが高いモノマネ。ありがとうございます。7曲目だからさ、結構この辺からもうさ、あれなんじゃない？難しいっていうかさ、ね。ありがとうございます。すごい。衣装とメイクはほぼ自前。まさかこれ2人でやってたらさ、なんか結構プレッシャーすごくない？なんか、ま、あのどっちもさ間違えちゃいけないってなるよね。なんか結構1人でやるよりもさプレッシャーすごくない？ペア。頑張れ。ちょっと顔ばっかり見ちゃうな。七連ちゃん行きました。七連ちゃんすごい、行けるんじゃない？十連ちゃん、よいしょ、ありがとう。ね、7連ちゃん、あと8、9、10、3曲歌が入ってかない。なんかすごいすごいモノマネすぎて。あと3曲あ、何歌うの？すごい、着替えタイム。25分待ち、なんかアトラクションみたいなの、待ち時間書いてある。ちょっと待って、飲み物取ります。
うま。これめっちゃ美味しいよ。特濃パイ。炭酸がもう干してて、炭酸干してて、お、え、これGメンサマーパーティーってこの間のやつじゃん。チーム映ってたよ。今一瞬映って、おええー、みたいになった。お、レベル8が来ましたよ。まあいい、ありがとう。むずそう。映ってた。何気にいた。すごい8連ちゃん。すごくない？すごいね、本当に。こりゃすごいよ。あと2曲じゃん。うんうん、なんかイケちゃんって二十歳か。二十歳かってここで二十歳か。今 CM です。ありがとう。ね、二十歳とは思えない落ち着き。ね、すごいよね、落ち着いてすごいよね、本当に。わかる、貫禄あるよね、池ちゃん。下げとこ。ありがとうございます。いいところで CM が挟まるもんなんです。ありがとう。2連チャンしたら、え、さあすごいね、200万円ってさ、山分けすんのかな。100万100万にするのかな。どうなのかな。あと2曲でも、このあと2曲がきっとむずいよね。ありがとう。お、来たよ。レベル9。あの、今金太郎さんが着替え中です。レベル9。9。
むずそう。待ち時間28分いけちゃんなんか待ちくたびれてないこれすごい。なんかさこんなにさあの衣装もさメイクもさ自前でさここまで似せれるのすごいですよね。すごい顔が光ってる。しかもなんかモノマネのチョイスが他の人がしないモノマネね。え10時間収録え、そう、え、どういうこと10時間やってるのか収録やばくない10時間え、10時間でさ9曲目ってことはさ、まあ、1時間ぐらいかかったらね1曲するのに。いけちゃんさっき待ちくたびれてたねえ、ありがとう。ねえ確かにこの緊張感がこんなにずっと続くとなんかあれだね、負担が心に負担がかかりそう。緊張感長いもんね、ずっと続いてるってことだもんね。中島一発目に。半音高いだって。そのってはい、8連チャンしました。すごーい、パチパチパチ。いけちゃんお疲れ。いけちゃんね、すごかった、満足したね、すごかった。ありがとう。ね、イケキンすごかったね。アイスゼリーありがとう。
これライブなんか27時間テレビって、ここはライブなんか。ほっぺがオレンジ、あーキャー。え、いつから27時間やってんだ。18時半から？あ、じゃあまだ始まったばっかりだ。あいつはありがとう。Q さんマラソンやんない。やら言わへん。ラーメン、いや本当にもう昨日お腹が空きすぎて、もう本当にもう我慢ができないぐらいお腹が空いてたんですけど、なんとか寝て、そう朝起きて、でそのまま仕事行って、で一旦いろいろ終わって3時ぐらいに、昼の3時ぐらいに食べたんですよ。でその時はあのお弁当でうなぎが出てで、そうスタッフさんたちも含めてみんなでうなぎのお弁当食べて、そうでちょっと遅かったんですよね。3時とか4時ぐらいだった、4時ぐらいだったかな、夕方の。そううなぎ食べてめっちゃ美味しかったです。うん、なんかすごいいいうなぎ食べました。土用の丑の日、え、ね、なんか近い、え、いつなんかも分からないけど、そうなんです。でまた移動して、そう撮影して帰ってきました。おねぎ食べましたよ。そう今日はもう一日、そうなんですよ、頑張りました。日に焼けたんじゃないかなってちょっと思ってるんですけど、そうでもないか。山椒をかけるよ。おさぎかわいい、ありがとう。じゃん、なんか山椒はちょっとだったら好き、いっぱいもう舌がビリビリしびれるくらいはちょっとあんまり得意じゃない。今日はね、普通にあの何ですか、パシャパシャって撮影してたんですけど、カメラマンさんがいい声してるねみたいな、すっごい褒めてくださって、なんかいい声してるねって褒めてもらうこと何回かあるんですよ。で今日いい声してるねってすっごいね、そう言ってくださってね、なんかね嬉しかったです。なんか気泡が多めの声らしいなんかよくわかんないけどいい声してるらしい。
いい声してる？ちょっとよくわかんないけど、顔と声がマッチしてます。あ、本当。でもそういうのあるよね。あ、この人こんな声なんやみたいな、あるよね。こう想像と一緒かどうかっていう。ありがとうございます。聞き取りやすい声。本当に？あー嬉しい。でも声なんか好きって言ってもらったらめっちゃ嬉しい。ラーメンは食べましたかってすごい心配されてる。ラーメン食べてないよー、ええんだよ。でももうなんかちょっと歩いてラーメン食べ行こうっていう元気がないんだよね。あの暑いし歩くのもちょっとうんだし油そば。え、なんかそう、千穂ちゃんが教えてくれたあの油そば行こうか迷ったんだけどね。あ、ちょっとね距離はちょっとあるからうわーと思ってやめました。今日土曜日人多いのかな。今日から夏休み。え、そうらしいよ。今日から夏休み。小学生、え、中学生、わかんない、学生さん夏休みらしいよ。いつまでか分からんけど、なんか今日ねその撮影してたところに本当に小学生たちがいっぱいうわーっていて、なんか夏休み感じた。なんかね、なんかしてたんですよ。すごいね、なんて言うんですかね、なんか夏休みのなんかしてたんですよ。小学生がめっちゃいっぱいいたの。うわー、林間学校、あ、まあ林間学校的なやつなんかあるじゃん、なんか森とかでやるようなやつ。そうそう、よいしょ。花火やらないの？花火やらないね。やりたい大人になって花火がちょっと楽しめるようになりました。昔は花火があまり純粋には楽しめなくって、でもなんか大人になって花火はいいなと思うようになりました。ありがとう、いいね、ありがとう。なんでか、え、なんかちっちゃい頃とかなんか花火が上がった後とかの黙々の煙とか見て、なんか
これはなんか鳥たちとかなんかどう思うんだろうみたいなのとかめっちゃ考えてたんですよ。なんかあの煙っていうかなんか黙々になるじゃん、あのいっぱい打ち上がったらさ、すごいもう最後のさクライマックスとかでさ打ち上げ花火バンバン打ち上がった後ってさ、最後さ黙々のさなんかのがもう白いじゃん、ブワーって。なんかそれを見てなんかこれは鳥たちとかはどう考えてるんだろうとかなんかいろいろ考えてたんですよ。なんか自然の生き物はどう考えてるんだろうみたいな。そしたらなんか切なくなってきて、あのあなんかだんだん切なくなってきたって思って、なんかちっちゃい頃はあんま楽しめなかったんですよ。それでなんか人間が打ち上げてるんだみたいな、どう思ってるんだみたいな。でもなんか大人になってからはあんま思わなくなって、いやなんか思わなくなったっていうか考えすぎありがとうございます。そういうなんかそう打ち上がった後の黙々を見て、とかね、なんかちょっと訳のわからんこと考えてたんですよ、ちっちゃい頃。そう、鳥たちは危険察知して逃げる、なんかさ、その違う焼き鳥とかさ、なんかその違いますよ、そのヒューバンバーンってなんか焼けるとか思ってるわけじゃなくって、そのなんか黙々の空気を吸い込んでゴラッみたいななんないのかなみたいなとか考えてたらなんか切なくなってきて、そうなんかうわこのあと大丈夫かなみたいな。で思ってたら楽しいことなのにたまに切なくなるみたいな感情があって、全然優しい時でなんか変な考え方しとったんかね、分からん。ああたりありがとう。でも、もう最近そもそも花火はあんま見てないんだけど、なんか切ないって考えることはなくなったかもしれない。切なかった、なんか いろんなこと切なくってさ、昔からなんかこれってこうなのかな、切ない切ないみたいな感情になることがすごい昔からよくあって、そう私なんか昔から考える人だったんですよ、本当に考えすぎな人みたいな。考える人です。花火切ない、はかないですよね、はかねえいざにやった、お母さんとかに話してた、話してた、全部言ってた、これがあったら切ないみたいなの。ありがとう。そうなんだよね、切なくなる。でも最近はないよ、切なくなること。いやあるかな、どうだろう、あるわ、あるけど、あーどうかな、
なんか切ないってさ、どんな感情だっけ、分かんなくなってきた、切ないって言いすぎて。胸が苦しい。悲しさや寂しさで胸が痛い。あー、ありがとう。明るく、そうですね。いや、めっちゃ明るいですよ。うん、「夏の終わりは切ない？」いや、切なくないね。夏の終わり切なくないね。あのさ、私クラシックバレエやってた時いつも切なかったわ。なんかね、発表会があるんだけど、2年に1回なの。もう2年に1回ってさ、結構大きいじゃんか。自分の中では大きかったんですよ。すごい、もう学生時代にだって中1にやったとしたら、今度中2はないんですよ。で中3で、次高校1年じゃないけど高校2年生にあるみたいな感じで、2年に1回ってちょっと自分の中では大きい出来事で、うん、そう、発表会、それでに、そこに向けて練習して披露するんですよ。だから披露して終わった後の切なさがすごすぎて、なんか燃え尽き症候群みたいなになるんですよ。頑張りすぎた後のなんか穴が、ああみたいな、なんか練習期間の方が圧倒的長いじゃないですか。もう長くって、もうすっごい頑張ってきてポンって披露して終わった後もうめっちゃ切なくって、もう大号泣。で次の日大体学校なんですよ。だから泣きながら学校行ってた。大号泣で学校行ってた。行ってた、学校は行ってた。でも学校行かないと逆にもっと切ないから、早く自分日常に戻らないといけないかなって思いながら行ってた。現実逃避しちゃったらもっと辛くなるから、嫌でも学校に行って日常に戻ればまた毎日普通に来るし、そう、なんか休んじゃえば休んじゃうほどしんどい。でもなんで泣いてるのみたいなよく言われてて、発表会が昨日ありましたみたいな感じで、あの言ってた。なんで泣いてんのってぐらい泣いてた。次の日も泣きながら、
や本当にね、そう打ち込んで、だからだからさ、このアイドルのさステージでさ、例えばコンサートがさ1年に1回とかしかありませんだったら、私多分大号泣してるよ、コンサートが終わった次の日本当にステージに立てる機会が1年に1回しかありませんとかだったら、多分ねその1回もう重みがさ、なんかそこに向けてずっと練習するじゃないですかそうだから公演とかはいっぱいしたいって思う、本当に。でも次の楽しみがないとって思いますね。いさ、本当にありがとう。そう、公園大事。卒業式も号泣するタイプだったの。いや一個も泣いてないと思う、高校の時とかなんかワクワク感の方が勝ってたから泣いてないな。うん、皆さんまたいつかみたいな今までありがとうって感じで卒業しましたそうなんですよね、あの次への、そう私高校卒業して STU 入ったんですよ、春に。なんで3月に卒業して、3月のその卒業式の次の日に広島行ったんですけど、状況じゃないね、なんていうそう広島行って、愛媛から広島行って、でその広島引っ越したその次の日、さらに次の日にお披露目があったから、そう結構ワクワクしてたから、自分の中では。こうしてありがとう、ありがとう、うん、もうなんかありがとうまたねって感じでめっちゃニコニコしながら多分卒業してたと思う。なんかうちのお母さんも言ってた、なんかもうちょっとかなんか寂しがってほしかったみたいな、なんか悲しいが一個もなくって、じゃねーって感じで広島に行って、あのなんか一個も寂しいって感情はないんかなって思ったみたいな言っててなんかそう家実家出た時もそう、おんじゃねーって感じで、うん、行ってきまーすって感じで行ったからそう、私ホームシックにはなってないんですよ、ホームシックではないんですけど、3月3日、そうお披露目幕張だったやつ、3月1日卒業、3月2日に広島来て、3月3日にお披露目してたそうなんだ、そう合同って握手会みたいなのがあって、レッスンその前から通ってた、いや通ってないよ、 STU にほんと入ったのは3月のその日って感じ、いつなんだろう、わかんない、3月ちょうどからなのかな、それまでに引っ越しはしたんだよ、2月ぐらいにそう引っ越しはしたんですけど、準備期間があって、1月がドラフト会議で、で2月は準備期間で引っ越しとかいろいろして、
で3月に行ったみたいな感じ。もう広めが燃え尽きんよ燃え始めたわそうドラフト会議そっからレッスンだったわ。3月入ってからそうレッスン。ありがとうございます。でもさ、ドラフト3期生5人で入ったんですけど、レッスンは5人でずっとやってましたね。本当に5人で最初にみんなで集まってレッスンして、なんか基礎やってみたいな感じで、ずっと5人でレッスンしてました。一番最初に振り入れした曲は STU48 瀬戸内バージョン愛しいの瀬戸内は海の道、これを一番最初に振り入れして、もうマジでまず基礎からこれを一番最初に、はい、振り入れしました。会いたかったとかはドラフト会議でやってたからね。ありがとう。ダンス、でもなんかバレエっぽいってすごい初期からずっと言われてて、なんか難かった思い出はある。振り入れ、そっからめっちゃ振り入れして、いや暗闇とかも振り入れして、割と最初の方に振り入れした曲暗闇とか、あとはフェスでやる用のフライングゲットとかヘビーローテーションとか、その辺も割と早めに最初の方に振り入れしましたね。多分その頃がちょうどペダルが出てすぐぐらいだったから、ペダルも割と早めにフリーでした。振り覚えはあんま良くないですけどね。ありがとう。思い出してよかったが意外と難しいって聞いたけど、どうなんですかね。難しいかな、かも、どうだろう、難しいかも、え、わかんない。 STU の曲で難しいなって思ったのは風を待つですね。もう風を待つがもう一番難しかったです風を待つが本当にあのさ、両手振りとかマジで難かったんよ。なんか当たり、ありがとう。手振りっていうか、なんかコンテンポラリーだから、よくもうなんか分かってなくて、自分もめっちゃ難しかった。ね、でも練習期間があった。
コンテンポラリー STU のシングルでコンテンポラリーダンスって結構あるんですよ。あの風を待つで、まあ大好きな人とは違うんですけど、無謀も同じ方が振り付けてくださってて、で思い出せる恋をしよう、あれもコンテンポラリーダンスなんですよ。思い出せる恋をしようはなんか事前に振り振りが送られてきて、でなんか練習して自分で一人で動画を撮って振る踊ってそれを送ってくださいみたいな言われて、でちょっと期間が結構短くって全然覚えれなくって、でレッスン上でもう泣きながらもう大号泣しながら思い出せる恋をしよう踊って一人で撮って、そうもうなんか泣きながらやった記憶がある。私の大号泣歴史。はい、ありがとう。もう来い。もう来い好きよ。大号泣してた。でも最近大号泣することなくない？あ、おきちゃんの卒業コンサートとか、大号泣でもそんなになんか誰かの卒業とかなんかメンバーの卒業とかそういう感じのなんか旅立ちとかそういう時ぐらい、なんか、自分のことで泣いたなみたいなのは最近はあんまない気がするな。強くなった？そうですかいね。眠すぎて泣かない、もう眠すぎたら寝る。よく MV で泣いてたわ。私の MV でめっちゃ大号泣めっちゃしてた。もういっぱいなんか眠くて MV で泣いてた。 MV は眠くて泣くみたいな。でも愛の重さは泣いてないね。君は何を後悔するのかも泣いてないね。息をする心、あ、泣いたっけ、どうだろう。なんかね、8枚目7枚目ぐらいはねちょっとねえんえんした記憶はあるんですけど、6枚目も泣いた。あ、でも最近の MV は泣いてないな。お腹空いて泣くはあんまないかも。あの意外となんか何ですか、 MV とかは朝からちゃんとお弁当もらえるんですよ。そう、お弁当もらえてめっちゃお菓子もあるし、本当にもういっぱいつまめるのもいっぱいあるし、だから泣くことはないです。鼻だれはなんかそう眠くて泣いたよ。ね、眠すぎて。眠くて泣くってさ、普通に赤ちゃんみたいだよね。やばいよね。でもさ、みんなもさ、仕事とか行かないといけないじゃんか。でもさ、もう眠い時あるじゃんか。泣いたりしないの？すごいと思う、本当に。泣かずにさ、仕事に行くってすごいと思う。
泣かない？泣いてもいいと思う。泣く？泣きたくなる？あ、心は泣いてるんだ。あー、泣くよ、月曜日とか。月曜日はね、始まったばっかりだもんね。仕事が好きだから泣かない。すごい強い。仕事が好きで苦じゃないって、なんかさ、すごいわ。仕事が好きだから泣かないよって、かっこいいな。私も言いたいけど、やっぱ眠いと涙出てくるからな。やっぱ寝ないとこなせないからな。寒いのは平気。寒いの、あ、泣かないけど平気じゃないよ。暑いのも平気じゃないけど。眠い時はメンタル激弱になる。もうさ、体調悪い時に激弱になるかもね。メンタルも弱るよね。痛いで泣いたことあったかな。 あんまないかな。痛いは、なんか小学校の時とかに転んで痛いで泣きそうみたいなのぐらいしか思い出がない。痛いで泣いたことあんまないかも。なんか痛いこけたりしてもさ、あー大丈夫です大丈夫ですとかって言って笑っちゃう、逆に。あーってなんか痛くて泣くことはないかも。ありがとうございます。強がるかも結構。痛みに強いんかな、いや分かんないけど、なんか恥ずかしさの方が勝つんかいね。歯医者さん？歯医者さん全然痛くないよ。もっとやってください。歯医者さんは矯正治療で言ってるんだけど、うん、痛くはないかな。階段落下した時、そう、私階段落下したんですけど、前あの時はね、こけました。で、お、こけたわと思って、で、みんなが大丈夫大丈夫って来て、大丈夫みたいな、起きて、おおみたいな、おおおみたいな感じです。あ、こけました。なんかリアクション多分めっちゃ薄かったと思う。なんか寝起きみたいな感じ、あ、おはようみたいな感じ。怪我せんかった、怪我したよ、痛かったもん。いまだに、あれ、傷なかったっけ？あ、ないわ。あれ、あ、ないですね。なくなりました、今、傷探し。今日短パンなんだよ。いいでしょ。今日元気っ子だから。今日は、半袖半ズボンで、集合したらマネージャーさんに、なんかすごい元気な格好してるねって言われて、そう、半袖短パン、ワンパク。日焼けは全然、日焼け止め塗る。
そう、今日はね、あ、ちょっと待って、なんか大丈夫かな、おっとっとっと、なんかここ光ってんの、手のひらを太陽になんちゃらかんちゃら、こう血潮が見えないかな、赤に流れる僕の血潮、あ、流れませんね。セットアップ、さあ、これ着てたらさ、お姉ちゃんにあんた野球知らんくせにみたいな言われるからさ、いいじゃんって、別にいいじゃん、これセットアップ、そんな、楽な格好で行くのがそういい、短パン、そう短パンなんだけどさ、ちょっと脱げそうなんだよねこの短パン、ちょっとさ、ミシミシベッドが、紐あるよ、愉快。なんて書いてあるか？あ、ニューヨークヤンキース。自己配信になるのでやめてください。全然自己じゃないよ。冷房ついてる？あ、ついてないわ。なんか、あの、適温適温。いい感じ、暑くない、え、暑くない、なんでなんだろう、しかもさ、ここエアコンがさ、あのロー、え、ミドルかな、え、何これ、はい、あの何ですか、3段階のやつ、そう、なんか3段階でなんかこれ絶対冷房がつくよね、オフにしててもほんのり効いてる、そうなのかな、オフにしてんだけどね、ありがとうございます、今日さ、おにぎり今5個ぐらい持っててさ、なんか行く現場でおにぎりを渡されて、私なんか5個ぐらいのおにぎり抱えてるんですよ、今持ってるんですよ、その
でさ、そう、なんか最初の現場でももらったし、次の現場でももらったし、 おにぎりが合計5個になって、そう、さっきもらったのもある。おにぎりで、全然今日もらったから大丈夫だよ。おにぎり屋さん、そう、なんかね、このここなんか銀座って書いてあるんですけど、ここに銀座、これなんて読むかな、わからん。ここのおにぎりが本当に美味しいんで食べてくださいって言ってもらったんですよ。おにぎりがこれは3個入ってます。この味、梅、鮭、明太子。これなんて読むんかな、わからん。獣医師あ、タイトルは獣コック、獣コックみたいなの書いてある。早めにちょっと食べんといけん。獣コックって書いてある。ほんとよ、見て、ほら、銀座獣コック、あ、樹国、何樹国って、これで樹国って読むのかな、あ、樹国、うん、よくわかりません。でも美味しいんだよって。超美味しいんだよって言ってもらった。樹国ねえ、発音うるさいな。なんだって、樹国、要冷蔵、ちょっとよくわかりません。要冷蔵なのかな、そんなの書いてないけど、なんか重みがある。しかもさ、おにぎりってこんな形で出てこなくない、お弁当。ありがとう。やっぱ冷蔵庫入れとかないとダメ。まあ、でもなんか最近お姉ちゃんにめっちゃ言われるわ。あんた食べ物は早く食べなさいって。本当にこの季節なんだからって。何でもかんでも置いといたら腐っちゃうよって。でもこのおにぎり入んなそうだな、冷蔵庫に。なんかホテルの冷蔵庫ってこう浅くないですか、 この奥行き浅くない、なんかこうあまりこうクッ入んないときない。確かに箱開けんと。終わった後に食べようかな。お腹空きました。あ、ちょっとこれ首だけ。どんなおにぎりか見たかった。いいよ、見せてあげるよ。ちょっと待って、じゃあこう切るわ。切るっていうか破ります。あ、ここが切れちゃった。なんかね、うっ、すごいよ。
おかずもついてるわ、なんか朝ごはんみたいな。何のおかずこれ。卵焼きにミートボールにきんぴらと、なんかなんかわかんない、天ぷらみたいな入ってる。美味しそうね、贅沢おにぎり弁当だこれは。やっぱ冷蔵庫行き。冷蔵庫に入れよう。みんなが冷蔵庫に入れよう。え、もう入れた方がいい？ちょっとあとでもいい？もうあと何分か後腐るかな。そんなことはない。温めて食べたい。あ、ダメダメ。あれ？胃袋？いやどうだろうね。勝つよ。ただこれ朝の弁当じゃないからね。まあ、夜もらったから。冷蔵庫行き確定の見栄えって。あと2個あるよ、おにぎり。このこのおにぎりとこのおにぎり。私今おにぎり、ほんとおにぎりマン、おにぎり5個もあっておにぎりマンですよ。もうおにぎりになりそうです。おにぎりガール。本当に本当に。おにぎりすぎ。早く食べてね。分かったよ。早く食べるよ。ありがとう。配信中は食べないよ。でもね、魚卵があるの嬉しいです。もぐもぐ配信？やだ、だってさ、もぐもぐしとるとき誰が話すん？無音の時間が増えるやん。もどかしい気持ちになるよ。もうコメント欄は流れるのに私は会話に入れない。もぐもぐ中でみんなが話すの、コメント欄で話しとくよって。おい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 、
無言でも問題ないです。もぐもぐ配信はね、あれですね、料理した時ぐらいですかね。みんなで可愛いですなみたいなこと言い合っとくわってあ、ここで言ってくれるの。つないどくよあ、もぐもぐめでてる。料理してないかな最近。あ、全くしてないことはないんだけど、ありがとう。いや、なんか少なくなった気がする、料理するあれが、回数減っちゃったね。ちょっとね、なんか先月もその前もなんか半分、1ヶ月の半分ぐらいは絶対に広島いなくって。そうなんですよ、なんかどこかしら行ってたりして、そうで、なんかお弁当食べて帰ったりとか、その場で出されたものとか外食して帰ったりとかしてたら、家でなんか食べることがちょっと減った気がする。姉貴寂しがってないか。寂しがってはないと思うよ、お姉ちゃんはあのよく会うんでそうね、なんか作ってほしいもんありますか。姉貴の手料理食べたいね。姉貴の手料理美味しいよ。マイキューの手料理も食べたいだろあん、たこ焼き作って、たこ焼き、なんかいいね、タコパみたい。でもたこ焼きってなんかあれよね、私の味って感じはなさそうだけど。肉じゃが、なんかさ、肉じゃが好きなのなんかさ、なんていうん、こう料理でさ、好きなランキング、なんか肉じゃがみたいな、なんかランクインしとるイメージある。ちなみに聞くんですけど、肉じゃがでお米は進むんですか。私さ、肉じゃがとさ、お米一緒に食べない人だからさ、進むんだ。そうなんだ、肉じゃが私単体でしか食べれなんか、お米と食べれん。お米と一緒に食べないランキング2位、肉じゃが1位はおでん。
チュー、あでも私シチューはねお米とね結構食べれるんだよね、食べないんだけど、シチューはねなんかカレーのノリでねいけんことはないね、お米とあの合わんことない、全然いけるかも。なんかさ、えなんか給食とかで出ませんでしたか昔、ホワイトシチューとなんかお米に普通にカレーの海苔でシチューみたいなかかってるみたいな、えなかった、なんかそれ出てたからかわかんないけど、お米と全然食べれるよ、シチュー合うなと思う。えなんかカレーライスの海苔であったのだあ無理な人もでもいる、なんかシチューとは違うドリア感覚でうまい、いやまあわかるわ、ホワイトソースみたいな感じ。まあシチューにもよるんかな、わからん、どんなシチューかにもよるんかもしれん。パン確かに、カレー、カレーいいね、ハヤシライスいいね、中村家のカレーは多分普通のカレーなんだけど、あでも豚肉です、うん、なんか豚肉のイメージあるわちっちゃい頃から。牛じゃない、鳥でもない。で、あのじゃがいもと人参と玉ねぎ。お父さん食べれるか？え、でもそのお肉単体は入れんかったら食べれる。お肉避けたら食べれる。スパイスでカレー作ったことないや。てかさ、私カレーめっちゃドロドロ派なんよ、本当にもうすごいドロドロしてほしいんですけど、なんかお母さんがめっちゃサラサラ派で、でお姉ちゃんも多分サラサラ派なんですよ、サラサラなカレー多分好きで、私はすっごいもう2日目のカレーとかがすごい好きなんですよ、ちょっと煮込んであるとろみがある感じが、なんか分かれるじゃん、このサラサラ派とドロドロ派で。スープカレー、あスープカレーはでもまた別物だな、なんかスープカレーはスープですスープカレーはなんか別物な気がします。ココイチサラサラ、まあ、言われてみたらでも好きだな何かドロドロしてあってほしいカレー、わざと水入れてサラサラにする。えカレー、何かすごいあのあれカレーの水割りだ、あのさ割るで思い出したんだけどさ、うちのお姉ちゃんがさちょっとあんまり私は理解できないことを最近よくやってて、お姉ちゃんお仕事にあのお茶持っていくんですよ絶対に、でそのお茶をいつもお茶の水割りで持っていくんですよ、なんかお茶普通に普通のお茶ですよ、もうそのまま飲むお茶なのにそれをさらに水で薄めるんですよ、でめっちゃ薄くして持っていくんですけど、それが本当に意味がわからすぎて、えってすっごい薄いお茶を持っていくんですよ、なんでなのかわかんない、薄いのが好きなのかな、お姉ちゃん薄味派なんですけどお茶を水割りで持っていくんですよあんなにびっくり、
節約、え、節約なんかな、よくわからんけど、この間持ってたそのお茶、お姉ちゃんが持ってたお茶が本当に色がもう本当に薄い茶色すぎて、何それみたいな言ったら、あ、これお茶よって言ったって、薄めたんよみたいな言ったって、いつも薄めて持ってくって、え、麦茶かな、麦茶、濃いのが苦手か、わかんない、水でいいんでは確かに確かにね、めっちゃ薄くして飲むのお姉ちゃん、いや、なんかそれをなんか最近気づいて、わ、なんかこう、なんか私はよくあんまり理解できないなと思って、そう、美味しいのみたいな、お茶は苦いのがいいの？いや、うん、てかお茶あんまり飲まないかも、いや飲むけど飲まない、濃いのがいいわけじゃないんだけどね、すごいゴロゴロ言ってるわ、飲むけど飲まない、一杯は飲まないってこと、お茶風味の水なんだ、あ、お姉ちゃんはあれ水を飲んでるのかな、お茶風味の水そういうことか、ありがとうございます、じゃああれだ、水のお茶割りだあれお茶で割ってたんだ、お姉ちゃんは逆だ、ちょっとだけお茶でね、お茶追加みたいな、ありがとうございます、カルピスはどうだろうね、わかんない、もう姉ちゃん薄味派なんで、一緒にご飯行って食べ物の好み合わないね、お姉ちゃんと、なんかお姉ちゃんもそもそもあんまラーメンをめっちゃ食べる方では多分ないんですよ、で、うん、あと私なんか夜ご飯にマック行こうって言われるのはあんまり得意じゃないんですよ、なんかマックは昼でしょみたいななんか夜じゃなくって昼でしょみたいな、なんかお昼、まあ、朝でもいいけど、なんか夜はお米を食べたいんですよね、どうしても、マック、深夜のマックならわかるんですけど、お姉ちゃんは結構なんかジャンキーなもの、結構マックとかも夜ご飯マックにするとかって言ってくるんですよ、で、いやマックは昼でしょみたいななんかちょっとあれになって言い合いではないですけど、ちょっとそう討論。ありがとう、アイス。なんかそう
で、ね、あそう合わないこと結構あるんよね。お姉ちゃんでも油っぽいもの苦手、もうでもなんなんやろうね、わからん、なんか。で結局もうじゃあ何でもいい、私もじゃあ何でもいい、二人とも優柔不断になる。牛丼、あ牛丼大好きよ。そう、なんか夜はお米を食べたいんですよ、なんかわかんないけど、あ麺でもいいや、あでもなんかパンの気分じゃなくって、ピザ頼まない、あピザはね夜は頼む、なんかそうだね、やばいんじゃない、雷の音ちょっと怖がっとくわ、キャー怖い、雷だ怖い、やっぱ雷に怖がる女子は可愛いですから、雷だね、すごい音した、あおへそかわいくない、雷怖がる、なんか怖いって言ってる女子かわいい、やってるなってなんか結構ガー、なんかさ氾濫危険情報っていうのが出てるよ、なんか気象っていうんですか、川、え、なんかさっきさ洪水みたいなのも出てた気がする、結構なんか警報系が出てる、どんどこどもガラ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 ピクガビーン、以上雷でした、ガビンじゃないあすいません、え聞こえてる、めっちゃ鳴ってる、ありがとう、東京だけなのこれ、関東全域、でもさ、梅雨明けしたのにね、どうしたんだろうね、やっぱ関東全域なんじゃないこれ、アンコール、え、梅雨、誰アンコールかけたの、本当にダメだよ、豪雨はここから、え、そんなに雨降るの、やだな、雨不足、うん、なんか近々なんかライブとかなかったっけ、ないかなんかさライブの時の天気大事ですからね、リリーベア結構後の方ですね、あ名古屋のフェス屋内、あそっか、じゃあ大丈夫だと、幕張のリリーベがある、私的にねいつもなんかねサマステがね気温じゃない気象に左右される感じがあって、台風が近づいてるとか雨が降ってるとか、なんか結構多いんですよ、なんかサマステあたり毎年サマステあたりがなんかねあんまり良くなくって、そう天気が
なんか雨の音聞こえる。台風か雨か、なんかいつもうわー重なる重ならないどっちみたいな時がある。ありがとうこのアイス。大雨のパフォーマンスない気がするんだけど、あったっけ過去で。あったかな、分からん。あの雨降ってなくてもさ、汗かきすぎてなんか水浴びたみたいになるんですよね。なんかすごい汗かくから。ね、今何分42、これ合ってる42。汗ね、私かきづらい体質なんですけど、なんかこの間まひなさんとサウナに行った時にめっちゃ汗かいたんですよ本当に。なんかそれ以降私って汗かけるんだってちょっと思って、でなんかあの前髪が汗でびちょびちょになることはないんですよあんまり。でもここの辺ここの辺ここの辺はもうびしゃびしゃになる。すごい、えなんか汗かいてるなと思った。えなんかね、サウナに行ったら汗かきになるらしいよ、なんかまひなさんが言ってた。なんかサウナでなんかその汗腺がなんか汗かく感じになるらしい。なんかよく分からんけど、顔はねあんまりねかかん、なんか赤くなるタイプ。え多分ライブ終わった後めっちゃ真っ赤になっとる、ほっぺとか。体はめっちゃかいとるけど汗。四国公園でまひちゃんの汗すねえやばかったよ、めっちゃ汗かいてて、もう顔中本当に汗だく。前髪はねちょっとなくならないですね。この結構前髪が汗で汗に負けることはありません。負けてない。今日前髪全部やってもらった。なんかあれじゃない、ラフっていうか、なんか固めでもないしふわーみたいな感じです。ナチュラル。ナイトクルーズにまいちゃん出る日はあるかな。なんか最近さあれだね、なんかやってるの、なんか私もよく分かってないけど、なんか船のイベントがあるの、メンバー。ちょっと私は今のところ聞いてないですけど、なんかイベントあるんだ。ボリューム2まで出てる。あそうなんだ。なんかボリューム2とかあったらボリューム3もありそうだね。みんな発表で知るらしいよ。え何それ怖いんだけど。そんなのありますか。みんな発表で知るの、そのありますって発表されてみんなもあるんだ。
だってなるってこと？あ、そうなの？え、ちょっと何も聞いてないよ私は。ありがとう。あー私おえーって名前あるわーって。船酔いはどうだろうね。なんか船にさ乗る時は愛媛に帰る時とかなんですけど、大体寝てるんですよね。だから分かんないんですよね、酔ってんのか酔ってないのか。あの起きてることがないので。どうだろう。パセオで帰るか。いやシーパセオはあんま出会わんの。なんか時間帯が決まっとる。シーパセオ船が安くて早いの？早いよ。安いかどうかはちょっと分からんけど船は早いよ。早い早い。スーパージェットで帰ります。早いんですよ。だいたい1時間15分20分かな、そんぐらいで帰れると思う。でもスーパージェットね、そうお値段がねだんだんね、やっぱねこの最近はね値上がりってものがあるじゃないですか。あ、なんか前まではいくらだったのに最近ちょっと高くなったなって思うものいっぱいあるじゃないですか。そのうちの一つに船もちょっとあって。そうなんですよね、だんだんなんかちょっと値上がりして、何回かに分けてちょっとね、決してまあ安いとは言えないんですけど、ちょっと値上がりしちゃったし。ありがとう。燃料って高いの？そうなんだ。値上がりしてます。ねえ、なんか難しい話。ねえ、困っちゃうね。いっぱいお金かかるしね。フェリー5000円。あ、そうなの？でもフェリー倍かかるからね。やっぱ時は金なりという言葉がありましてですね、時間を取るのかね、それともまあ安くても時間をかけて帰るのか。あ、お腹鳴った。ゴロゴロゴロ。お腹すいたよ。今何分だ？ 50 分だ。この後食べるよ。ありがとう。アイス食べて。ありがとう。ありがとう。ちょっと値上がりの話をしたらしんみりしちゃいました。
なくなる、ぐるぐる言ってる、もうお腹が空いたら怒ってきた。にぎり食べないよ。だってここまでさ今我慢したのにさ、残りさもう10分ぐらいでさ、あお腹すいたって、そんなの、結局この子我慢できなかったんじゃん、お腹鳴る、一口食べたらって、勧められてる。一口、確かに一口だけだったらいっか、だってさこの目の前にあるんだよ、目の前にあるのにさ食べるなってのはちょっとねあれですもんね。じゃあ私明太子食べたい。おいしそう、見てこれさ、上だけじゃないかな、中にもあるのかな、これ大事だからね、これどうやって開けるんだろう、中にもある、え店の人ですか、夜食ですかって、違いますよ、夜ご飯です、ちょっと行きまーす。うん、中にもある。一口食べるとさ刺激される、おいしいおいしい、まだ食べたい、おいしい、うまい、おいしい、なんかこんだけ我慢した後のおにぎりおいしい、マジでおいしい、好きなタイプの明太子や
か明太子とかって、いやなんかね、なんかね何タイプかあるんよ。でちょっと甘っぽいタイプもあるし、結構もう塩辛いタイプもあるし、そう、これはいい塩味ですよ本当に。あの甘くない全然、お米に合う、マジで美味しい。雷も鳴った。ピカ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 、ドーン、雷が鳴りました。米が進むうまさ。え、終わるって57分だよね。語ってるけどファンミで外してたやん。なんかそんなこともありましたね。まあそんなこともあったということで終わりだって。今あ雷が落ちるもさ、そうそう、あの稲妻が落ちました。稲妻に打たれたの Fall in love ちゃん。あの稲妻に打たれましたね。あ、食べて男女を呼びましょう。ちょっと、マツくん、南波のひさとさん、カロさん、今日もカワキューさん、イナッチさん、くまねパパさん、うまちゃんさん、ゆずきちさん、よっしーさん、ふくちゃんまるさん、ココさん、東京のスワンさん。1位はドルドドン、考えなしさんでした。ありがとうございました。皆さんおやすみなさい。ハート、また明日。明日は日曜日です。なんかここら辺モヤモヤしてる。光でか。おやすみ、また明日。お疲れ。キラーン。バイジャラポー。